試験室と一生部の設立。1916年、資生堂は研究開発を行う試験室を設置すると同時に、現在のクリエイティブ本部にあたる衣装部を設立し、本格的な宣伝活動を開始しました。衣装部では矢部連長、高木長葉、小村接待などの新進気鋭の若手芸術家を集め、ポスターや新聞雑誌広告の制作、パッケージデザインなどを行いました。資生堂がこのようにデザイン専門のスタッフを置いたのは、経営者福原新造が企業活動におけるデザインの重要性を認識していたからに他なりません。衣装部はデザインの基調として流麗で優美な曲線を描くアールヌーボーを採用しました。それに唐草文様やアールデコが加わり、パリのファッション雑誌などを参考にしながら、後に資生堂スタイルと呼ばれるモダンで洗練されたデザインが完成しました。また花椿マークは1915年に初代社長福原新造の描いたスケッチをもとに、衣装部のスタッフがデザインを手掛け誕生しました。当時資生堂の商品の中では、香油、花椿、神油が最も人気があり、資生堂といえば花椿が連想されるほどであったことから、椿のデザインが商標として採用されたと言われています。まだコーポレートアイデンティティという言葉も概念もない時代に、企業イメージの確立を試みました。